Spinner。 こんにちは。本日12時のデイリーブリーフ、フラッシュニュースをお伝えいたします。グローバルニュースをより素早くお届けするため、AI を使用したフラッシュニュースの配信を開始しました。デイリーブリーフのフラッシュニュースで最新情報をいち早くキャッチして、ぜひ皆様のビジネスにご活用ください。このエピソードは AI の音声で収録されています。本日一つ目のニュースです。ドイツ東部の選挙で極右が歴史的勝利。ドイツ東部の選挙で極右政党、ドイツのための選択肢、AfDが初の州選挙勝利を収めました。これは戦後ドイツ初の極右の勝利であり、ショルツ首相の政権に新たな打撃を与えました。AfDの勝利は、ドイツ政治において中道勢力の衰退を示しています。次のニュースです。カリフォルニア AI 規制法案が可決。カリフォルニア州議会で AI 企業に対して最も厳しい規制を課す法案が可決されました。この法案は AI 技術が人々に害を及ぼした場合、企業が責任を問われる内容です。反対派はイノベーションを阻害すると主張していますが、カリフォルニア州知事の署名を待つ段階に入り、今後の展開が注目されています。次のニュースです。タニヤフ政権、強まる圧力。イスラエルでハマスによる人質死亡が新たな波紋を広げ、ネタニヤフ首相に対する圧力が高まっています。日曜日にはアメリカ人を含む6人の人質が死亡したことが明らかになり、イスラエルで大規模な抗議活動が発生、人質解放のために停戦を求めています。最後のニュースです。アメリカ、ホテル労働者1万人がスト開始。アメリカで約1万人のホテル労働者が労働契約交渉の決裂を受けて複数の都市でストライキを開始しました。対象はマリオット、ヒルトン、ハイアットなど主要ホテルで、ストは2日から3日間続く見込みです。労働者たちはパンデミック以降の過剰な労働負担と賃上げを求めています。デイリーブリーフをお聞きいただきありがとうございました。感想はカタカナで、ハッシュタグ、デイリーブリーフとつけて、ぜひ SNS にポストしてください。デイリーブリーフをフォローいただくと、毎朝の配信に加え12時と18時に、最新のグローバルニュースが届きます。次のフラッシュニュースは、夕方18時に配信します。皆様良い一日を。